今回はオリジンのチキンタツタのおにぎりを食べていきたいと思います。早速こちら切っていきたいと思いますよ。断面ですけど、もう結構入ってますね。これ波打つようにチキンが入ってますけど、どうですかね。早速いただきますよ。表面積が重いんで、タツタの良さが出てますね、これ。うん、いいんじゃないですかね。うん、強いて言えばちょっと肉が少なめですね、これ。衣が多いんですけど、衣の割に肉がちょっと物足りないなって感じですね。うん、もうちょっともう一声って感じですね。というところで、今回このオリジンのチキンタツタをいただきました。ご視聴ありがとうございました。